質問いただきました。仕事中の事故で左手の小指がないんだけどギターを弾けますか。うん、僕が知ってる範囲の知識でお答えします。僕がめちゃくちゃ好きなギタリストたくさんいるんですけど、その中でも特に好きなマイケル・シェンカーっていうギタリストと布袋寅泰さん、あとウェス・モンゴメリーとかジョージ・ベンソン、世界的なギタリストがたくさんいるんですけど、この人たちはフレーズを弾くときに小指を使わないってことでも有名なんです。例えばこのシェイクハンドっていう親指でフックして弾く弾き方をしてるってことも起因してると思うし、理由はいろいろあると思うんですけど、事実そうなんですよ。これすごくないですか。エレキギターの魅力一つ紹介したいんですけど、例えば人差し指と薬指だけでちょっとフレーズを弾いてみますね。こんな感じで簡単にかっこいいフレーズ弾けるのがこれエレキギターの醍醐味なんです。ぜひエレキギターやってみてください。他にも質問があったらコメント欄に書いてください。ギター楽しんでいこう。